舞台未来の都市、温暖化により襲来した、ゲルセの前、ナオーミ・デ・マルゲオンのコクピット内から、キャプテン、ゲルセが近づいてきたわ。温暖化の影響が、本当にひどいわね。柔軟剤パッキングマシーン、104内から、シーカ、君のナオーミ・デ・マルゲオンと、私の柔軟剤、パッキングマシーン104、力を合わせて立ち向かおう。さあ、出撃だ。ナオーミ・デ・マルゲオンで、戦闘ポーズよし、行くわ。私たちの最強タッグ、ナオーミルと柔軟剤マシーンの力、見せてあげるわ。柔軟剤パッキングマシーン、104が敵ゲルセに向かって変形。ゲルセ、温暖化を止めねばならない。柔軟剤パッキングマシーン104が柔軟剤ブリーズを放つ。ナオーミルマルゲオンからエネルギーシールドを展開。そして私たちの心の結びつきもゲルセを倒す力に変わるわ。ナオーミルマルゲオンがシーカストライクを放つ。ゲルセが怒りながらシャウトグーウー。攻撃を受けて、柔軟剤パッキングマシン104から、キャプテンハリケーンを放つ、シーカ、持ちこたえて、攻撃がゲルセに命中、ナオーミルマルゲオンから、エレクトリカルナノショックを放つ、一緒に行くわ、キャプテン。攻撃がゲルセを直撃、ゲルセが煙と共に敗北する、グールー温暖化を止めるのは無理か、ナオーミルマルゲオンで力強く戦い、終わりよ。この星を守るために、私たちは共闘するの、柔軟剤パッキングマシン104でハッピーな笑顔そうだね。シーカ、私たちの共同戦線は、温暖化魔獣ゲルセに打ち勝つんだ。ゲルセの敗北により、都市の温暖化の進行は収まり、自然は回復し、人々は喜びます。